実況パワフルプロ野球。はい、やってきましたよ、パワープロ2014栄冠9。どうもカーズワン実況局です。さあ、4年目の夏の不大会で、あとるやな。確かな、格下相手に結構ギリギリな試合をしてしまったやったかな。まあ、結果的に、10対5で勝ちは勝ちやけど、なかなか不甲斐ない試合をしてしまって申し訳ないってところでございます。どっちがいいかな、菅沼じゃなくて、ニークラの方がいいな。で、2回戦から。やってくでー。相手どこ？南、なんちゃらっていうところ？それであっとんかな？いやー、もう A はやめてな。戦力 A はやめて。南大付属。一塁側東、どうやったかな。三塁側南、拍手に送られて守りに行っていきました。強い雰囲気漂ってる。C、あ、いいやった。あー、ははは、見せかけだけやけど4番すげえな。4、5、6ってめっちゃ打っとるから注意が必要かな。流し打ちしかないっしょ。おい、正面。4番の仕事してくれへんな。ちょっと待って、取られとるで。ここを取り返そうぜ。お任せするから。信頼度熱いやろ。はい、オッケー。いやー、シングルがちょっと球場が狭いな。まっしゃあないか。さあ、チャンス拡大した。渡部か。うわー、これないな、なんもないな。引っ張るしかないかな。よい、正面。またこういう展開かよ。こういうな、なんか終盤に見せ場を言うてもたけど、見せ場を作っとったらあかんねんって。先制で行こうぜ、先制で。よっしゃー、入った。あぶね。いやー、4番の一振りね。よっしゃー、このメガネ君やってくれるで。答えましたね。あれやねんな。野球部やのに、神坊主じゃないねんな。そこみたい。そこ見るで、俺は。おい、打たれとるで。1番に繋がれてもうたで。緩急重視。どうしようかな。外角中心。うおー、まずい。あー、大丈夫か。危ない。これ、いい。戦力いいとの試合じゃないやろ、これ。変えようかな。投手交代。他がな、レオン君しかおらんねんな。もう、上原の同期入学かな。なかなかね、レオンは、まあ、6.30 って微妙やねんけど、フォアボールやめてほしかったな。でもね、なかなかね、抑えるとこ抑えるから、ええかなと思っとるやけど、危ねえ。ちょっと待てよ。これでも、4で攻めてんねんな。おっしゃー。見逃し三振ね。しかもストレートやから、めっちゃ気持ちいいやろな。ストライク先行。お、ちょっと待てよ。外角中心。お、危ない。大丈夫か。ちょっと待って、入らんよな。お、危ねえ。でも同点入っ、同点なったで。レオン打たれるな。なおもピンチが、ピンチやで。これはピンチやわ。臭いところ。
ちょっとやめて。もうこれまずいな。打たせて取れじゃない。俺緩急重視にしようとした。打ちました。はい、オッケー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 、三振。ここは。ただここえもう1点返したで。誰や打った方は。東。もう4番の見せ場。4番の見せ場何もなかったで、これ。よっしゃー、ヒットや。ヒット菅沼。三塁行こうぜ、三塁行こう。オッケーオッケー、こっから大量得点ね。肩届いてね。今三塁まで全然届いなかったやろ。さあ、お祭り男の本領を発揮することができたで、これ。目標進退をしかないよな。いけるよな。オッケー、いいね。さあ、まだ続く、まだ続くで。強心臓はチャンスだけやから、ええわ、使わんとこ。これでいこう。流し打ち、オッケー。ボテンって感じやけど、ヒットはヒットや。ヒットを放ちました。来たね、レオンくん。レオンくんが、ラッキーボーイを使って、いけるかな？初球打ち流した。これで、ヒットは打てないか。オッケー、初ヒット。クリーンヒット、岡部、三塁回った。いいね、いいね。こうやってな、初回から、繋げていけへんかな。ちょっと舐めてかかったとこあるやろ、絶対。さあ、この打席で急成長できるか。こうしかないよな。はい、オッケー。うまいことを打ち返すな、やっぱり。いや、一番の信頼を得ているのは赤星さんやで、もちろん。なかなかね、いいんですよ。いけるかな、これでいってみるかな。オッケー。これはヒットになります。二塁ランナーそのまま。そろそろあれやな、1年も出したかったけど終わったわ。コールド勝ちになりました。やったー。なんかやっぱこのチームあれやな、終盤に打ち寄るな。それがあーだとならんかったらええんやけど。なんや、広角打法が2人ともついたぞ。ニークラに門田。うわ、すげえな。あれ、レオンとカモのサークルチェンジが3になった。なんやこれ。ペアで上がっていく仕組みこれ。なあ、これ、うん。なかなか結構面白い光景やと思うねんけど。オゲ。なんか1年生出したかったな。経験積ましたかったっていうのはある。けどまあ、えっか。しゃあないな。そんな余裕がないよな、このチーム。うん。それが、こう、現実というか。お、30勝。導入する。2900か、機材交換券もちろんいるっしょ。ベンチプレス。これを、やらんとな。なんかあったかな？野球道具。じゃない。戻る。違う。カテゴリー選択で、次へ、アイテムやな。スケジュール緩和極意書。スケジュール強化逆転発想の。買わんでえっか？良質な、スッチとか買ってみようかな。はい、大丈夫です。100ポイントやから。甲子園大会に出場したい。なんて優しいこう監督なんや。まあ選択肢がな。まあそれが一番かなっていう感じで。よし、気を取り直して3回戦か。何やったかなこいつ。カクタやったかな、忘れたわ。なんかあってんな。うん、なんかあってん。読み方が。よし、このまま行こう。一度決めたオーダーはあんまり変えやんようにしたい。いや、でもどうなんやろな。調子次第で変えてもいいかもしれんけど。お待たせいたしました。
一球一瞬に思いを込めて決勝の舞台を目指します。豊中商業、あ、聞いたことないな。多分まだ当たったことないんちゃうかな。三塁側豊中、拍手に送られて青いな。両方青いわ、ユニフォームが。投手力の高い、おー、上がったね。さあ強さが上がりました。 C 対、俺も C やったかな、俺のチームも C やったかなと思う。これしかないやろもう。あー、ボスレイユだ。なんか投手がどうのこうのとか言って、おー4点取ってる。俺なんもしねえで。あれか、劇が効いたんか。ヒットエンドランしかないやろ。しゃーしゃー、ぶち込んだ。ホームラン、スタンドへ叩く。いいね、初球をうまく捉えました。6対0しゃー、リードを6点に広げます。おー、一気に6点か、ビッグイニングやで。あとは上原さんがちゃんと抑えてくれればなんとか勝てるのよ。打たれなければ勝てるのよ。いけるよ。打ちました。はい、打たれたね。打たれたよ。わし早いな。あの外野の方じゃ全然無理やわ。内角中心、よっしゃ、 OK 取ったよ。でここから低めね、低めに行くよ。ストライク入れてよ。はい、オッケー、セカンド岡部、期待の星ね。そう、来年というかこの夏が終わった後の主力になるはずやから、なんとしてもね、こう経験をね積んどいてもらいたいんよ。さあ、オッケー、成功しました。ものの見事に。こうかな。初球打った内山交代。いや、ちょっとやめてな、トラン取ってな。オッケーオッケー、 流し打ちうまいな。そうそう、角田、角田思い出した。角田ね、最初角田とか隅田とかいろいろ言うとったような気するけど、いや、まだやろこれ、まだやろ、まだ5回、早い早い、威圧を使うのは早いで、いけるやろ、5やから。オッケー、入ったー。岡部やるね。で次渡部、こうベーベーコンビね。7番8番のベーベーコンビね。オッケー、いいね、この7番8番が打ってくれるとめっちゃええな。さあここや、まあこれかな、無難に。おお、でもなかなかいい打球打つやん。オッケー、打つねー。こう先頭バッターにつなぐ意識ね、うん、そういうとこ悪くないよ。もうちょっとピッチングの方でもね、なんとか、うん、生かしてくれればええんやけどな。流し打ち、オッケー、うまいねー。打てるとき打てるなあ。終わった、ゲームセット。よっしゃー、危なげなく勝てた今回は。なかなか強さ上がってきとるな。豊中商業に勝利しました。うお、ニークラの弾道が4になった、マジか。結構上がるなやっぱり。また1年生出しそびれたんやけど。マジで。もうちょい出したかったな。福留さんとか出したかったんやけど。オッケー、とりあえず勝てた。どうしようかな、これ。とりあえず、スカウトやっとこうかな。なんとなーく。お、なにわの暴れん坊。ええねー。で、誰を押そうかな。若林。タラッタッタッターン。おお、近畿の伊達店、誰が。おお、赤星さんね。なるほどなるほど、お似合いやん。よし、じゃあ今回は
ここまでしようかな。2回戦、3回戦と順調に勝てました。いやー、よかった。うん。で、次は準々決勝かな、からやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。